イーサン、大丈夫？人を殺した。仕方なかったんだ。そうするしかなかった。あなたは人殺しじゃないわ、イーサン。殺人事件はあなたのせいじゃない。私が証言する。それじゃ何も変わらない。ショーンを助けるしかないんだよ。できない。ごめんなさい。そういうつもりじゃ。じゃあ私行くわね。もう私には関係ない。家に帰ろう。警察？イーサンを探してる。奇襲をかけるつもりね。何があったの？すごくないかい？テレビドラマみたいだよ。信じられるかい？折り紙殺人鬼がここの部屋を借りてるんだ。名前は偽物使ってるけど顔はごまかせないもんな。早く部屋番号は。違うわ。違うわ。動くな。動くな。警部補、星です。ショーンが死んでしまう。頼む、救ってくれ。お願いだ。息子を救ってくれ。お願いだ。君だけが頼りなんだ。息子を救ってくれ。